関東ラグビー戦の覇権をかけた総大対明治の一戦は8日神宮競技場で挙行。3年連続制覇を目指す明大とシーズン後半好調の波に乗る総大の挑戦に多大の期待を持って開始されましたが、明大は強力無比のフォワードを大いに振るい、前半21対0と断然引き離して後半に入りました。後半12分、総大陣の右25ヤードタイトから明治球を取って大谷君にパス。大谷君よく左に独走してトライしました。さらに16分、総大陣右のルーズから明治球を取って大きくパス。高島君よく前進、これを取って独走、ゴール右側にトライしました。38分、中央から総大ルーズを割って突進しましたが30ヤードで潰される。さらに総大球を取ってゴール下に爆進、早稲田ようやく3度目のトライ、ゴール見事に成功。しかし結局明治は52対13をもって総大を破り、3年連続制覇の偉業は完成しました。